こんにちは、九州大学の木村です。今回ご紹介するのは工学部第6群、やりたい分野が必ず見つかる、複数の学科に興味がある人、自分の進む道をしっかり確認してから決めたい人、やりたいことがまだ漠然としている人。6群はこのような学生を対象とした新しい入試枠です。入学後に学科群を選択できる6群をご紹介します。2021年4月、九大工学部は新しく生まれ変わりました。コース制から12学科に改編され、学部一括入試となる6群が設けられました。なぜこういった変革が行われたのか、先生にお話を聞いてみましょう。現在の工学部を取り巻く状況としましては、従来の学科、言うならば縦の流れだけではやはり対応できないということもまあまあ起こっておりますので、日本の国力を復活させるためにはやはり工学部をですね、育つ人材というのが一番大事だと私は思っています。で、海外に見てもですね、理系の教育に関しては強化しようとしておりますので、そこでしっかりと横断的な教育を行いまして、さまざまな対応ができるような人材を育成しようと考えております。例えばユーザーの心の琴線に触れるような製品でないとですね、なかなか世の中に普及しないと。文系のセンスもやはり必要だろうと我々は考えております。自分の専門分野についてはですね、一つ幹となるものを持った上で、サブとなるような分野も学んでですね、横断的に柔軟な対応ができる人材が求められていると思います。学生さん等に意識調査をしたところ、大学に入学する時点におきまして、自分の将来に直結する学科までは選びづらいという学生さんが多かったということも踏まえまして、今回第6群という学科も設けました。いろいろな学生さんが入学できる仕組みを設けることによって、さまざまなニーズに応えられるような仕組みにしたつもりでございます。将来の日本になって立ちたいというような意欲を持った学生さん、九大目指してきていただきたいと特に願ってます。6群の1年生に話を聞いてみましょう。僕は高校時代工学部に進むことは決めていましたが、どの学科に進むべきか決められずにいました。6群では夏休みに研究室の見学があったり、工学部の最先端の研究を授業で聞ける機会があり、学科を選ぶための情報が十二分に得られます。大学生活を送る中で入学前に抱えていた不安はなくなりました。大学ではどのような学校生活を過ごしていますか？1年生の間は共通の授業を受けるので、他の学部の人と同じ班になった時に仲良くなったりとして、充実した大学生活を送っています。大きい大学でいろんな人に出会えたり、新しいことに挑戦できるいい場所だなと思います。伊都周辺の海は透き通って綺麗なので最高です。やりたい分野が見つかる、6群ではやりたい分野を見つけるための機会が数多く用意されています。どういった学びがあるのでしょうか？先生にお話を伺ってみましょう。6群に入った後ですね、1年間工学の勉強をして、そこで得た知識とか視野を持って自分の進路を選べるというのが大きな特徴です。6群ではさまざまなイベントを企画しまして、学生が年度末にいろいろ考えて学科群を選択できるように取り組んでいます。で、具体的に言うと今年度は先輩との交流会、研究室見学会、あるいは研究施設の見学会というのを実施しています。秋になりますと、工学部の全学科の代表の先生方が毎週毎週その分野の講義をしてくれます。で、それによって学科の専門分野が社会とどういうふうにつながりがあるのか、どういった科目を勉強していくのか、そういったことを学んでいきます。それまで高校までにその得ていた情報っていうのはちょっとかけ離れていたなということが分かりましたといったところとか、研究室見学を通して進路が変わりましたっていう学生さんもいました。今まで考えたことのない視点から考えれるようになるとか、そういったことは必ずこの6群の活動を通してできるようになると思いますので、そういった意味で悩んでいる人にはおすすめの学科群だと思います。6群に入ってよかったことは何ですか？入学当初あった志望と各分野に対してぼんやりと思っていた興味が入学後に大きく変わったことです。いろんな情報を得られる機会が多いので、具体的に自分が何をしたいのかを見定めることができます。どうして6群を選んだのですか？
工学で何をするのか、そして自分の適性は何なのかが分からず進路を決めかねていました。そんな時に入学後に進路を決めることができる工学部6軍が九州大学に新しくできることを知ったからです。6軍はどのような人におすすめですか？自分の将来が決まっていない人、夢が決まっていない人におすすめです。僕自身将来の夢がまだ決まったわけではありませんけれども、そういった仲間とか先生たちのおかげで将来について自分で真剣に悩むことができています。学びのルートは一つとは限らない。工学全体を見渡せる6軍でやりたいことを見定め、未来への可能性を広げていきませんか？次回の東進 TV もお楽しみに。